ボロボロだな。ここに住んだとて死者誤入して野宿。パタパタ。三匹の子豚の最初の家よりボロい。え？ん？ハトさんがこちらに向かって飛んできますよ。なぜ？伝書バト？それともハト奇襲隊？あのハトはルカスさんの伝書バトだ。あ、伝書バトなんだ。ハトはね、どうなんだろう。本当に知能高ければさ、伝書バトとか訓練すればできるようになるのかな。気になるよね。訓練させてほしいな、ハトを。ペラ。あ、ペラ。さすがルカスさん。頭が切れる人だ。ベリアンさんたちがいそうな居場所が書かれている。あ、袋閉じじゃないんだ。ふむ。おそらくルカスさんも異変に気づいたんだろう。あ、なるほどね。まあ今、ハンモックで愉快に屋内ハワイアンビーチしたら、右手ストレートが飛ぶからね、ルカスさんでも。うん。よかった、これでベリアンさんたちを助けに行けるね。あ、確かにね。レスキュー。でもまだ、妖精は入ってないんでしょ？主様。主様、すぐに出発しましょう。ベリアンさんたちが危ないかもしれません。え、でも、私、命令されてからじゃないと動けないんです。すみません、受動体なんで。おい。受動体の主。アモン、ボスキー、出発すると。ああ、ダメだよ。能動的にならないで。ボスキー、もう行けるか？ボスキー、確かに。ボスキー？ボスッキーさん、立てるっすか？肩貸しましょうか？うん。貸して、借りて。そんなに広い肩幅じゃないけど。ちっ、余計なお世話だ。もう息が切れそう。凍傷のレベルの息の使い方。ボスキー、大丈夫？かなり息つそうだけど。ねえ。ちっ。気温マイナス20度レベルで。心配ねえよ。心配ねえの？じゃあ、大西ライオンっぽく言って。心配ないよって。あ、心配あるじゃん。なぜ自分の置かれてる状況と真逆のことを言うの？信じてもらえない。怪人二重面相？ボスキさん、アモンも心配してるよ。ふむ。このままじゃボスキは馬に乗れないな。確かに馬が合わないな。よしよし、ボスキは俺の馬に乗せる。あ、え、二人で激しくデートをするの？マジっすか？え、おお、よりにもよってボスキーのライバル視してるハウレスと乗るのか。はあ？はあ、ふざけんな。なんで俺がお前の馬に乗らないといけないんだよ。まあ乗れって。仕方ないだろ。アモンやフェネスじゃお前を支えられるか不安だからな。まあそれか、選手みたいに馬の胸あたりにくくりつけられるか、どっちがいい？だからって、どうしたの？ああ、でもそういう年頃かな？やっぱり、異性と接するのは恥ずかしい年頃かな？ボスキ、ここは我慢して、こんな言い合いをしている間にもベリアンさんたちが、そうだよ。あ、ちなみにボスキが女の子ね。ち、断る。ハウレスに助けられるなんて死んでもお断りだ。わあ、男役宝塚の方みたい。ボスキ、女性に見えてきた。はあ、ボスキーさん、こんな子どもみたいな子だよ。なぜこんなの？よし、そろそろ舌をしまいなさい。やっぱり不安になると舌が出るんだね。不安とともに舌が伸びる。はあ、そういう悪魔なのかもしれない。はあ、いいから早く行くぞ。おい、ハウレス、離せ。離さないよ、この手はね。ふん、その無駄口は元気になってからたっぷり聞いてやるよ。いいじゃん。この二人は別に嫌い合ってるわけじゃなくて、ただただライバル視してそう。主様。さあ、主様。俺たちも馬に乗ってベリアンさんたちのところに行きましょう。ふん？ぬご、ぬご！むぅ。むぅ、俺が抱えてあげるからこっちにおいで。え、ポチタみたいに吸収されんのかな？フェネスの中に。ムーソーマになる。でも俺は、ハウレスみたいに力はないから暴れないでね。え、そんなこと言うとね。もちろんです。さあ、フェネスさん、早く行きましょう。ムーはね、ゴジラの BGM をかけると暴れるようになるよ。本能が出ちゃうのかな。すごく不安だ。暴れて落ちても知らないからね。大丈夫、大丈夫。お、あ、もう馬で。荷物とかは大丈夫なの？だって。その頃、はい。あ、そうそう、こっちサイド。これは、
どうなんだろう。まだねえ、夕飯が敵側とは限らないよね。軍の予定表によると次はこっちに進んだみたいだね。軍の予定表、その予定もなあ、ちょっとね、怪しいんだよな。信用できない予定表ってあるよね。なるほど、なるほど。サルディス家の方々はかなり複雑な道を進んだんですね。え、なんか違和感持たないのかな、みんなは。まあ、持ってるけど、ベリアンは。そのようですね。え、夕飯これどうなの、どっちだ、ちょっとわからない。でも眉毛は短いけど毛は短くないから、その辺ちょっとカモフラージュしてる感はあるよね。なあ、その予定表間違ってんじゃねえの。ねえ、何も違和感持たないの。え、ちょっと怪しいな。いや、確かに舞台の探索予定にはこの道が記されてるよ。え、舞台長が昔に使ったデートルートじゃないのそれ。そうですか。おー、なんだろうな、ちょっとわからないな。でも確実に私たちが騙されてるっていうのは確かだよね。はあ、もう疲れた。たく、サルディスケのやつらどこに消えちまったんだよ。さすがにさ、こっからはいサプライズって YouTuber が出てこないよね、だって。うん、素人にドッキリ大成功って。ユーハンさん、サルディスケの部隊はイニシエの塔に探索に向かったんですよね。そうだね。そのように報告を受けています。え、ちょっと困り顔、怪しくなってるじゃん。ポメラニアンみたいな顔しやがって。それにしてはかなり遠回りをしているような。でもなんかこのさ、表情を見るに知らないっぽいけどな、ユーハン。知ってる顔じゃないんだけど。だってこの辺りでもう知ってるなら匂わせない、ニアみたいな。イニシエの塔まではまだ少し距離があります。それか助演団優勝か、どっちか。だんだん日も落ちてきましたし、どうしましょう、このまま進みますか。まあ進むしかないんじゃないの。いや、今日はこの辺りで野宿しましょう。夜の森は危険がいっぱいですから。ここも森なんですけど、森兄弟がいんのかな。森泉です、森光です。暗い森を進むのは避けた方がいいでしょう。まあ確かに夜は危ないよね。ファイヤーする、ファイヤー。それがいいかもな。あ、お腹空いてるじゃん。腹が減ったな。あ、喋った、バスティン、バスティンビーバー。そろそろ全米ライブツアー考えない。腹が減ったなで終わった。なんかモンキー D の血をついてる人多くない。ご飯のことしか考えてない、みんな。囲まれた羊、囲まれた羊。ファンサー、何 K-POP 来日グー。腹が減ったな。あ、腹が減った。うん。バスティン、お前あんなに弁当食ったのにもう腹減ったのかよ。あー、でもな、なんか口に入れたいっていう時あるよね。まあ、お腹空いてるわけじゃないけど、それは何かを口に入れたいっていう時はあるけど、食べてからお腹空いたっていうのは、うん、多分子供の3歳までの感覚じゃない。だってもうお腹空いてないならもっと食べたいってその場で思うはず。あー、でも脱糞した場合は分かんないのか。脱糞で負のサイクルができてしまった場合は分かんないのか。歩いたら全て消化してしまった。あ、脱糞じゃなかった、消化してしまっただけだった。エネルギーをね、運動エネルギー。まさかこんなに長い旅になるとは思ってなかったね。確かにね。ああ、私気は短いのに道は長いよ。お弁当は全て食べてしまったし、さてどうしましょうか。お弁当は全て食べ、もうないの。日の丸弁当ない。心配するな、夕飯。日の丸弁当を持ち歩いてると少し何かの意思を感じるよね。ごめん、私の偏見だ。こんなこともあろうかと屋敷から道具や調味料をいろいろと持ってきたんだ。あ、道具や調味料、嘘でしょ。食材は。おお、さすが天才料理人だね。確かに。え、火はあるの。そういや、この迷いの森には美味しいキノコが生えてるって聞いたことあるし。あ、キノコ生えてる、もう、わかるのかな、その毒キノコとか。え、それともロノのキノコを剥ぎ取っちゃうか。美味しいのかな。今日のディナーはロノ特製キノコシチューだな。やったぜ。
USJ じゃなきゃ食べられないと言われてるキノコシチュー、キノピオじゃないと作れられないと言われてるキノコシチューを作れるんだね。いいですね、ロノ君のシチューは美味しいですから。あ、いいね、最高のシチュエーションじゃん、シチューだけに言ってね。出会った時から思っていたけど、ロノ君が料理上手って少し意外だよね。急に失礼なことぶっ込むね。そんなこと言う普通。はぁ？意外ってどういう意味だよ。急にわだかまりを生むような発言してる。完全に見た目だけの判断だけど、てっきり食べる専門だと思ったよ。あ、まあ確かそれわからんくもないな。だってね、髪尖ってるし。俺はこう見えても屋敷の調理係なんだよ。あ、確かに。そこまでね、だって尖ってればそんな繊細な料理できないと思われても仕方ないよね。人間は髪質で決まる。たく、人を見た目で判断してもらっちゃ困るぜ。しかも胸もはだけてるし、料理人は胸ははだけないからな。ラーメン屋ぐらいじゃない？ごめんごめん、おいしいシチュー楽しみにしてるよ。あ、これちゃっかり夕飯だけ3分の1になってる量が。はいはい、じゃあ俺はキノコを探してくるんで。あ、見分けつくんだね、ちゃんと。はい、よろしくお願いします。うん、日村勇紀さんいないかな、キノコの中に。日村勇紀種。バスティン、バスティン、木村帰らしもいそう。俺が帰ってくるまでに火を焚いとけよ。オッケー。え、火焚いて大丈夫なの？シチューのためなら分かった。あ、バスティンビーバー、いいね。あ、でも普通に会話をするようにまでは戻れたんだ、一応。ふーん。1時間後。1時間？あ、もう本当に日落ちまっしぐらみたいな時間帯だったんだね。ロノ君、ロノ君、どこですか？あ、夜になっちゃった。こっちにもいない。え、ロノ帰ってこないの？1時間しても。どんなキノコ取り、もう直径50メートルぐらいのキノコ持ってくるんじゃない？これ期待してもいいよね。あれから1時間ほど経ちますが、ロノ君は帰ってきませんね。今に地面揺れるからね。うーん、辺りもすっかり暗くなりましたし心配です。キノコ狩りが狩られるの？ミイラ取りがミイラになるみたいな。こちらにもいないです。キノコ探しに夢中になりすぎてるんでしょうか。いや、そんなわけないよ。だとしたらマリオブラザーズをやってる、きっと。いえ、そんなことはないと思います。ロノ君は気遣いができる人ですね。しかも料理に関して自分から投げ出すとは思えないしな。私たちを心配させるような行動は取らないと思うのですが。ロノは優しいよね。なんか口調がちょっとさ、アルジン向けじゃないけど。あ、そう。え、ロノ？うん。あ、バスティンビーバー。あ、違う。誰？おや、どうかしましたか、バスティン君。今揺れたんだよね。なぜ？西野かな。誰だ？おい、構えろ。構えている。あ、囲まれてる。構えろ、囲まれてる。え、囲まれてるって誰に囲まれてる？え、絶対罠じゃんこれ。え、ロノ捕まってるってことじゃ。はぁ。前方後方にそれぞれ2人ずつ。いや、もっといるみたいですね。やっぱこっちが本陣だよ。うん。気づかれたか。だってガサって言ってたから。隠れんも下手かよ。あなたたちは一体。俺たちの追跡に気づくなんてやるじゃねえか、グロバナー家の羊さんよ。私たちチェイサーのアムロトールって言われてますから。うん、私たちを知っている。怪しい奴らだな。確かに人は見た目で判断したくないけど、こいつらだけは見た目で判断する。何も見えないけど。山賊か何かかな。いいでしょう、かかってきなさい。夕飯これどっちだ。いや、このポメラニアンフェイスで騙されるわけにはいかないな。私はまだ疑ってるよ、半分はね。ちょうど昨日バスティン君に負けてもやもやしていたところさ。もう散々裏切られる作品見てきたから怪しんでるね。そう簡単には信じないよ。夕飯、その剣を収めるんだ。え？うん、どうして山賊が私の名前を知ってるんだ。知名度上がったね。恩をあだで返す。あ、夕飯、その剣を収めるんだ。はいにはいにほんなにはいなはいのほん。
ん？どうして山賊が私の名前を知ってるんだ？私だ、ユーハン。パパ？あなたは隊長。ほら、ユーハン知らなかったんだじゃん。いや、ポメラニアンフェイスは疑うところから始めろっていうのは私のね、心情にあるんだけど、今回のポメラニアンフェイスは、いや、騙されてたのか普通に。ごめん、ポメラニアンフェイス。おや？隊長？ああ。行方不明になっていたサルディス家の部隊隊長です。私たちが探していた人、もう、じゃあもう、はなから騙されてたってこと？イニシエの塔っていう情報も。本当ですか？この方が、しかし、様子がおかしいみたいですが。ジャンゴに催眠かけられた。無事で何よりです。私たちは隊長を探しに来たんです。いやーもう臭いねこれ、匂うわ芝居が。よくやったユーハン。ほらー、よくやったユーハン。褒美をやろう、我の子種をくれてやる。悪魔羊の誘導、ご苦労だった。誘導？それってどういう意味ですか？ああもうユーハン、ユーハンかわいそうだな。これユーハンの立場なら私耐えられなくて自害するかもしれない。まあ長男なら耐えられるけど。サルディス家の隊長さん、この羊たちを消せばいいんですね。ああ、かまど炭治郎ならどうするだろう。多分白目向きながら大声出して威嚇するだろうね。うん、そうだ、よろしく頼むぞ。ダメですよ隊長さん、そういうことしちゃ。報酬の分はきっちり働いてもらうからな。お前に出過ぎだよ、出すのはアモンの下だけでいいんだよ。任せてくださいよ。調子こきすぎ。ちょっと隊長、あなたさっきから何を言ってるんですか？羊さんたちはサルディス家の舞台を助けようとここまで来てくれたんですよ。ユーハンちょっと好きになりそう。あ、ユーハン好きになりそう。その人たちを消そうだなんて何を考えてるんですか？この立場なら、だってユーハンの立場なら隊長側に行ってもおかしくないよ。これ口論っていうかさ、反論できるの結構強いと思う、心が。なるほど、全ては嘘だったんですね。うん、嘘？サルディス家の舞台のイニシエの塔に向かったという話も、行方不明になったという話も全て作り話。うわ、ラフテルだよ。これは最初から私たちをおびき出すための罠だったんですよ。はあ、もっとマシなトラップかけてきてほしいね。もうハニートラップでいいじゃん。あ、ハニュートラップしよう。そんな。その通りだ。計画通り。隊長、まさかあなたは私を騙し利用したってことですか？あ、もうユーハンはだから正義感が強すぎて最初から作戦を全うできないと判断されたのかな。多分そうだよね、この感じ見てると。騙したとは失礼だな。敵を欺くにはまず味方からと言うじゃないか。なるほど。じゃ誰も信用するな。全員敵だ。はあ、サルディス家の皆さん、あなたたちはよほど私たちが邪魔なんですね。ねえ。お前たちがいる限り、我々がグロバナー家の上に立つことはできん。ああ、もうヒエラルキー、うるさいな。そもそもお前たち悪魔羊が現れるまでは、我ら誇り高きサルディス家が一番だったのだ。でも現在実質世界守ってるのはグロバナー家だしな。なこと言われたって、仕事量と実績が見合ってるだけじゃない？つまり私たち悪魔羊を殺してしまえば、再びサルディス家は一番に返り咲けると。あ、もう最短ルートできたんだ。そういうわけですか？信頼を失墜させるとかじゃなくて。理解が早くて助かるな、悪魔羊よ。私は天使男優です。やれやれ。自ら手を下さず汚れ仕事は雇った山賊に任せるとは。誇り高きサルディス家などとよく言えたものですね。確かに薄汚れたヒゲ面、誇りのかけらもない卑怯者の間違いでは、やり方が美しくありません。黙れ、知ったような口を聞くな。のこと言ったら私のことだって知らないでしょ、あなたたちって。じゃあとりあえず恋バナでもする？結果のためなら私は手段を選ばない。
ああもうあれだ、この人はテスト期間中に平気で隣の人のペーパーを見てカンニングしてバレたら隣の人がやりましたっていうタイプだ。賢い外交戦略と言ってもらえるかな。違います、外交戦略じゃなくて脳死って言います。そういうの、我々がグロバナー家の執事に直接手を下したとなれば貴族間の問題に発展するだろう。え、今やろうとしてるじゃん、裏でやるってこと、隠れてひそひそ。なんだよ、青春してるカップルかよ。執事たちは失踪したサルディス家の部隊を捜索中に山賊に襲われて死亡した。この方が波風が立たない。まあ、確かに。だが実は私たちがやりましたって PS で書いといて。そうだろう。そうだろう。まあそれはね、そっちからすればあれなんだけど、じゃあ逆にさ、これはボコボコにしても合法ってこと？隊長、そんなやり方あまりにも卑怯だと思います。言ったれ言ったれ。青いな、夕飯。戦場には卑怯も正義もない、勝利こそが全てだ。気持ちはブルーでも服は赤い夕飯です。だからといってこのやり方、執事さんたちは我々を助けようとしてくれたの。夕飯かっこいい。夕飯かっこいいぞ。その立場でなかなか言えないよそれは。その恩義をあだで返すようなこと、だいたい向こう側に行っちゃうんだから、対立なんてできないでしょこの立場。こんな争いは無意味だというのに、うん、おい、ロノはどこやった。確かにロノは、ロノ、ああ、さっき捕らえた執事か。あ、捕まっちゃってるじゃん。多分料理で隊長のお腹を捕まえたんだろうね。それならここにいるぞ。どこ？ロノ、これボコボコに殴られてるってこと？殴るの？執事の怒り。これ、うん、怒るよね。おい、ロノはどこにあった？ロノ、ああ、さっき捕らえた執事か。それならここにいるぞ。チッ、そう、縄のせいで身動きが取れねえ。いや、これ、目がさ、もう半目状態になってるよ。今この時に眠くなる、いや、それもあるか。毒キノコを突っ込まれた、いや、それもあるな。ロナ君、ひどい怪我です。あ、もう怪我させられてる。はあ、はあ、すみません。急に後ろから襲われて、いや、縁取りなら仕方ないね。多勢に無勢だよね。こいつから執事の弱点や秘密を聞き出そうと思ったんだがな。いや、全然口は割らないし、暴れるし。言っていいよ、もう。言っていいんだよ。だから、少しばかりいたぶってやった。ひひひ。大丈夫、言っても執事は負けない。今すぐルノを解放しろ、さもなければ。覚悟はできてるんだろうな。え、私が捕まったらどうなるだろうね。だだ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 しか言えなさそう。だだだだ、知らないよ。チマさんが迷子のようです。執事さんたちはすぐに迷子センターまでお越しください。バスティン君、はい。こんな奴ら俺一人で十分だ。ベリアンさんとナックさんは下がっていてくれ。今はの際だぞ。おいおい、脅しか。たった一人で俺ら相手に何ができる。魅惑のめまいだーす。ゾロゾロ。まさかこんなに敵が潜んでいたと。あ、もういっぱい来る。どこに、公衆トイレに隠れてた。少なくとも50人はいますね。いすぎー、AKB48。 それに私思い出しました、この人たちただの山賊じゃないです。何、金の盾をもらった山賊とか、チャンネル登録者100万人いる山賊。彼らの名は、あ、黒蛇の団出た。東の大地では有名な傭兵団ですよ。何、黒蛇の団だぞ。なんかブラッククローバーみたいな名前してるね、黒蛇の団って。いなかったっけ。彼らは百戦錬磨の傭兵です。さすがのバスティン君でもこの数は部が悪すぎる。あ、そんなに多いんだ。
キングダムハーツ2でさ、空と陸が背中合わせでゼムナスのビームを2人でかわすんだよね。あのシーン好きだね、結構。はあ、そうですね。ここは一度退いて時間を稼ぎましょう。え、でもボロボロになってるよ。今はハーレスさんたちが来てくれるまで持ちこたえるのです。はい。反撃は十分な戦力が揃ってからでいい。そちらの方が無駄な体力を使わずに済みますから。そんなことさせなくない？だってロモが今ねえ人質状態なんだから。さすがナック君、冷静な判断です。ロモが見えてない。ロモ見て、いるよ。ボロボロにされてるよ今。ではそのように。黒蛇の団、まさかこんな形でまた会えるとはな。だって別に今さ、目的的には黒蛇の団はロノを始末したっていいわけだよ。だって羊たちをやるのが目的だから。あ、バスティン君、ここで全員片付けてやる。あ、やっぱロノのことをちゃんと仲間として認識してるじゃん、バスティン。あ、行っちゃった。行きません、バスティン君。スタートダッシュ成功した。バカめ、こいつをやっちまえ。あ、傭兵1、名前が与えられてない。アースベーレンにかけられてしまう。ズバ。何回も見たなこれ。親の顔より見た声。バスティン君、一体どうしたのでしょう。感情的になるなんて彼らしくありません。いけない。たった一人であの人数を相手にするなんて無茶です。まずいね。まずい、バスティン君、冷静さを失っている。このままだと。バスティン覚醒で剣2倍になるとか。大きさが。相手は一人だ。囲め囲め。ああ、すぐ囲むんだ。ポケモンダンジョンみたい。くっ、数が多い。だがこれで終わらせてやる。終わらせて、芝居にして。バスティン君、オブレはダメだ。右脇がガラ空きだ。ああ、なるほど、これ隊長に言われたことなのか、ユーハン。な、しま、え、バスティン君、切られた。傷口に塩塗らなきゃ。バスティン、少年の羊。おいおいおい、右脇がガラ空きだと見せかけて、右脇に分厚い本が隠してありましたとか、そういう展開。ズボ。バスティン君、バスティン君。え、マジで切られた？って切られてない？なぜ？実はパントマイムのバンダム級だったんですよ。かぁ、わ、ロノ。ロノ、お前いつの間に。いやー、もう、あ、もうこれで確信したわ。いや、絶対バスティンはロノのこと仲間を仲間として認識してるわ、これ絶対に。このキツネ野郎が、そんなでかい剣振り回しやがって。ただでさえ生地が薄いのに胸もはだけてダメージでかいよ。いつも隙だらけだって言ってんだろ。うわ。お前、どうして友達だからでしょ。倒れた。え、ロナ君。え、仲間をかばうなんてバカなやつめ。あ、隊長はそういう意識はないもんね。だって隊長だもん、前しか見ねえ、前向きバカ。ロナが俺をかばった。いや、そうだよ。俺はまた救われたのか。また？またってことはさ、え、これジェシカがなんか身代わりになってみたいなパターンなのかな、やっぱり。そういうことなのかな。だって過去編で出たのジェシカしかいないからさ。あの人、同じように。いや、ぽいな。あ、ここで回想はまずいって。俺のせいでまた仲間を。
いや。はあ。何？聞こえてない。俺は東の大地、サルディス家の治める領地で生まれ育った。あ、そうなの？じゃあもともとサルディス家の区分だったってこと？子供の頃から強い戦士になるのが夢だった俺は、毎日のように剣の修行をしていた。あ、なるほど。もう子供の頃からそういう体質だったんだ。あ、この湖、行った。ここカンカン、鬼滅の刃刀鍛冶編た。まだ歯が生えてない頃のバスキンかな。どうぞ。え、やった、これで俺の15連勝だよ、ジェシカ。あ、全然歯が生えてた。ホゲータぐらいしか歯が生えてないのかと思った。くそー、バスティン、また腕を上げたな。あ、バスティンの方が強いんだ。あ、強い自分がどうしてジェシカを守れずにかばわれてるんだってこと？その自責の念にやられてるってこと？ジェシカこそ剣のスピードが先週より速くなってたよ。あ、そう。音を置き去りにした？次こそは負けないからな。望むところだ。え、いい関係じゃん。あったかいね。ドワーン。この音は。何？サルディス家の軍隊が帰ってきたんだ。ナーバスティン、早く見に行こう。あ、給食のおばちゃんの町に対する威嚇かと思った。パカラパカラ。今回は攻めてきた敵国との戦に勝ったんだってさ。あ、勝った、サルディスケ。あ、この頃はまだサルディスケがトップランカーでいた頃の話ってこと？返り討ちにしてやったんだって。ああ、いいね、返り討ち。私もしてみたいな、返り討ち。誰も討ちに来てくれないから返り討ちできないんだ。すごいな、かっこいいな。かっこいい。サルディスケの戦士たちは家族や俺らの暮らしを守るために戦ってるんだよな。なんか元のサルディスケの使命と全く変わってさ、トップになることが目的になっちゃって、悲しいわちょっと。サルディスケ、俺もいつかはサルディスケの軍隊に入ってこの国を守りたい。あー、失望したのかな、じゃあこれは。なあバスティン、うん、俺らもいつか大きくなったらあの軍隊に入るんだ。なるほど。じゃあ、あの話はサルディスケの軍隊に入ってた頃の話ってことか。ジェシカとの回想で出た頃は。そして戦果を上げて二人でこの国の人たちを守ろう。ああ、いいね。あ、そうだな、ジェシカ、紙幣に乗りたいね。紙幣で初めて全世界に自分の顔を発信したい、そういう目的があるんでしょ。千年の羊。紙幣にさ、選ばれた人って、俺の顔はもっとイケメンだよとか怒った人いないのかな。まあ、紙幣って大体亡くなってからなるか、亡霊になってこないかな。俺はもっとイケメンだろ、この野郎、なんでこんなちょっとブスに書くんだよ、悔しいよみたいな亡霊いないから。俺とジェシカは同じ志を持つ者同士、子供の頃からいつも一緒だった。ああ、いつかサルジスケの軍隊に入る、そんな夢を追いかけ毎日二人で剣の修行をしていたんだ。しかしサルジスケは世襲制度が強く、平民である俺もジェシカも軍隊に入ることはできなかった。あ、なるほど。じゃあもう決められた家系しかダメだってこと？そのため俺たちには傭兵団に入り、そこで名を挙げてサルジスケの正規の軍隊に入れてもらうしか方法がなかった。だからほぼこねてできてるってこと？え、それで大丈夫なの？そして大人になった俺たちは傭兵団黒蛇の団に入った。全体的なパワーが落ちないかな、それって。あまり良くないんじゃない、兵隊をそれで選ぶって。当時東の大地では領地の奪い合いによる戦争が起きていて、あ、でも信頼とかできる人を側近に添いたいからっていうのもあるのか。俺たち黒蛇の団の傭兵たちはある隣国の戦いに参加していた。隣国どこ？あ、東の大地戦場。あ、これ東の大地なんだね。いや、毛根が死んでる生体師の頭皮みたい。はあ、はあ、敵が逃げてくぞ。
敵が逃げてく、うん、俺たちの勝利だ。おお、終わったのか。あ、これは続きだね。バスティン、無事だったか。無事だったよ、ジェシカ。ふん、お前に心配されるほど俺は弱くない。相変わらず強がりだな、バスティン。だいぶ息が上がってるじゃないか。あ、これでバスティンがミニスカート履いてれば完全に女子だね。ジェシカも人のことを言えないだろ。そうだな。あ、そうなの。まあとにかくバスティンが無事でよかったよ。うん、んじゃ恒例の勝負といきますか。あ、一本締め。バスティン、今回の戦全部で何人倒した。あ、カウントしてたんだ。54人もやったの。もうすぐで56人で不吉な数字になった。よし、俺は70人だ。あ、ジェシカの方が強いのか。これ今回も俺の勝ちだな。あ、ジェシカの方が腕上げたんだ。くまた負けた。バスティン、お前は単独相手なら敵なしだが。あ、そういうことか。単品で差しでやるならカイドウだろうのパターンだ。複数人相手だとまだまだだからな。なるほどね。まあ確かに単品で最強でも、単品で最強の人は大体最強なんだけどさ、必ずしも囲まれて無敵とは限らないよね。まあリヴァイ兵長はその辺すごいよね。そう考えると。うるさい、次は負けない。うるさい、次は負けない。うるさいね、次は負けない。獅子王同士。はあ、はあ、ん、うん、どうしたんだ、ため息なんてついて。隣国との戦争はあとどのくらい続くんだろうな。ああ、戦なんてしたくないんだね、ジェシカは。多分心優しいのかな。すごい、戦争が始まってもう5年が経つ。ああ、なぜお偉いさんたちは互いに争うことをやめないんだ。ああ、ジェシカ優しい人なんだ。それバスティンに好かれるか、ジェシカ。うん、終わりのない戦なんて命を無駄にしているようなものじゃないか。これがまともな、ね、まともって言ってもね、私の主観でしかないからまとも押し量れないんだけど、でも私からしたらこれがまともな考えだとは思う、実際。どうすればこの不毛な戦いは終わる。人間の欲を奪い去る神みたいな人がいればできるんじゃない。いや、まさか終わらせるつもりがないのか。欲がある限り人間は求め続ける。おいおい、ジェシカ、何をブツブツ言ってるんだ。今日のお前様子がおかしいぞ。今日のっていうか今まで散々貯めてたんじゃない、ジェシカは。で思わず出ちゃったんじゃない。あ、すまない、今のは忘れてくれ。うん、多分日頃から思ってるんでしょこれ。ジェシカは誰よりも正義感が強く、そして誰よりも戦士としての誇りを大事にしていた。ああ、だからこそ命を無駄にするような戦いに疑問を感じていたんだ。目的は、ジェシカの目的はあれか、戦をなくすことであって戦うことじゃないってことか。そしてある日ジェシカはとある事実を知ってしまった。ん、とある事実。あ、とある森、綺麗な日光が差してるね。これは日光、夜光、どっち。おいおい、ジェシカ、こんな場所に呼び出して一体何なんだ。突然呼び出してすまない。実はお前に話したいことがあって。なんでそんな怖いだよな、森には誰もいなくない。先日俺と話した隣国との戦争の話覚えてるか。うん、5年も戦争が続いてるのになぜ争いをやめないのかって話か。上層部でチキンレースすな。なぜ戦争が終わらないか理由が分かった。え、何。でもなんかさ、戦って何、お金が儲かる人がいるから長く続けるっていう場合もあるらしいね。黒幕は黒蛇の団の団長だ。団長。団長は戦争が起きている隣国と裏で取引している。え、裏で取引。闇のブローカー、ジョーカー。なぜ戦争が終わらないか理由が分かった。なんで。何、どうして。黒幕は黒蛇の団の団長だ。もう何もかも黒いじゃん。
衣も黒い。そして腹も黒い。名前も黒い。何が黒くないの？鼻くそ？団長は戦争が起きている隣国と裏で取引している。やっぱそういうことか。なんかあるらしいね、本当に。あの武器とかが売れるから、その戦争をすることによって儲かってみたいな、でお互い豊かになるみたいなパターンもあるらしいね。なぜだ？団長が敵と取引だと。一体何のために？わざと戦いを長引かせて金儲けをするためだ。戦いが長引けば俺たち傭兵団は儲かるだろう。あー、捨て駒ってことか、兵士は。そして最終的には身を引いて裏で取引している隣国を勝たせるって寸法さ。いやー、小汚いなー。え、今の隊長もやってること同じじゃん。なんだそれ。それが本当なら俺たちはただの同期じゃないか。その通りだ。何のために戦ってんのか。何のために生まれて何を敷いて喜ぶな。バスティン、こんなの俺たちが志した誇り高き戦士じゃない。消耗品だよね、ただの。あなたは細いシャープペンシル、折れればすぐに捨てられる。俺は団長の行為が許せない。まあそうだろうね。だって命かけて戦ってるのに。団長を止めないと。腹渡りにえくり返ってるよ、バスティンは。そうだな。ああ、そうだな。俺も協力する。こんなの知り渡ったらみんな謀反起こすんじゃない？バスティン。何？お前ならそう言ってくれると思ったよ、相棒。おお、さすが兄弟だね。血を分け合った兄弟。当たり前だろ。あ、おやおや、お前たち、どうやら秘密を知ってしまったようだな。ちょっと来たよ、団長。団長。団長。くっ。後をつけられていたのか。安田大サーカスでもやってろ。知られたからには見逃すわけにはいかない。なんでここにいるの、団長。だがお前らにチャンスをやろう。チャンス？チャンスだと？この秘密黙っててはくれないか。もし黙っておくと言うなら、お前たちにも褒美をやろうじゃないか。チャンスの時間。金か？地位か？そうだ、サルディス家の軍隊に入れるよう推薦してやってもいいぞ。あ、でも小種おじさんよりはマシ。小種おじさんは自分の小種しかくれないから。とにかく俺も優秀な若い傭兵を失いたくないんだ。いい提案だと思うが。金のために死ねって？ブブー、不正解です。俺たちの答えは、もちろんあんたに協力なんてしない。おお、ジェシカ。この剣は正義のために捧げると誓ったんだ。そうだろ、バスティン。いや、この性格ならジェシカはもう亡くなっちゃってるな。だってグロバナー家で一緒に執事やってそうだもん、生き残ってるなら。ああ、もちろんだ。バカな奴らだ。おとなしく言うことを聞いておけばいいもの。でもそうすると歩く屍になるからな。お前たちやってしまえ。あ、いたんだ、お前たちやってしまえって。あ、来た。たった二人を相手にこんな大人数で。ひどいよ、多勢に無勢。お前はダセ。ちょうどいいハンデだ。そうだな。あ、やっちまえ。うわ、白目向きながらキスしてくるタイプ。遅いな。遅い。あ、うわ。いや、ちょっとどこ狙ってるのよ。くそ、やはりこの二人強い。なんで分かってたのに来たの？脳死してる、ね、さすが脳死隊長。スタミナ切れ。大丈夫か、バスティン。ベンチ入れて、バスティン一回。選手交代。何とか。くそ、これだけ敵が多いとさすがに分が悪すぎるか。おい、疲れが見えてるぞ。今だ、一気に攻めろ。知ってんで、ちょっと待て。今から栄養ドリンク補給してくっから。しつこいな。これで一気に終わらせてやる。バカ、バスティン。何？隙だらけなんだよ。ま、これやってんだ、ずっと言われたんだ。
ジェシカ、どうして？え、なんでバスティンはこれ直そうとしてなかったんだろう？ここで刺された。いつも右脇に狙われて刺されてる。いつも言ってただろ、お前が大振りするときは右脇がガラ空きなんだよ。脇締めてよ。だからってジェシカが身代わりになることないだろ。これも一種の求心力かな、バスティン。なんていうのかな、でもなんとなくついていきたいっていうか、なんか守ってあげなきゃっていう気持ちはわからんでもないね、バスティン。はかなく散りそうだもん。確かにな。だが、とっさに体が動いちまった。モンキーの D さんが言ってたよ。死なせたくねえから仲間だろうがって。まあ、そういうことだよ。もう喋れな。まずい。早く手当てしないと。お前たち、今だ！二人を捕らえろ！嘘！ガス。え？うっく。ああ！やられたじゃん、もう。また右脇？右脇で失神するのかな？ああ。でも刺されたんでしょ？応急処置は？命を捨てる覚悟。え？どうなったの？戦場？生きてる？どうして？ここは？おお、バスティン。やっと目が覚めたか。そりゃそうでしょう。ジェシカ、ジェシカはどこだ？安心しろ。お前の相棒のジェシカは生きている。あ、ちゃんと生きてんだ。まあ、少々痛めつけてやったがな。もう最低、本当に。ジェシカ、そんな、お前、その体。クッキ様、これが戦士のやり方か。ただの傭兵のくせにお前も戦士を語るか。団長が何してんの、戦士の。ここにいるジェシカも、偉そうに戦士の誇りは、などとほざいていたな。戦士の誇り、いいじゃないの、信念持ってて。まあ、一生戦士にはなれない体になっちまったが。ひどすぎるわ。え？これ体ボコボコにしたってこと？俺を侮辱した罰だ。だって生き様が恥さらしだもん、団長。なんてこと。これは見せしめだよ。俺に逆らったらこうなるというな。やばい、これイメージで想像するしかないんだけど、キメラアント編のカイト思い出しちゃうね。さあバスティン、お前はどうする？俺だってお前のように強い仲間を失いたくないんだ。仲間？どの口が仲間？今ならまだ間に合う。ジェシカのようになりたくないなら俺の味方になれ。お財布ひったくって他人に万引きさせて友達って言ってるタイプだ。さあこちらへ来るんだ、バスティン。何この政略結婚みたいな風潮。俺の味方になれば何でも望みを叶えてやるぞ。やだ、金持ちの嫌なところが全て出てるみたいな感じする。あんたの味方になれたと。黙れ。俺たち選手をバカにするな。バスティン、お前もまだまだ青いな。グリーンだよ。おい、お前たち、やってしまえ。また出た。お決まりなんだ、それ。何そのグヘヘは。やだ。また大人数で一人を襲うのか。やはりお前たちに戦士の誇りはないようだな。生き残らなければ、戦士の誇りなんぞ何の意味もない。お、これはかなり、跳ね返ってくるんじゃないかな、自分に発言が。そこに転がっているお前の相棒のようにな。まあハンブラビ法だっけ。ハンブラビ法がこの時代にあるかどうかは知らないけど、でもバスティン、
これはね、倍返しするべきだね。半沢さんを宿していいと思う。お前ごときがジェシカを侮辱するな。ジェシカの誇りを汚したお前を俺は絶対に許さない。異性だけはいいな。異性エビ。何そうだ。そんなに誇りが大事なら、バスティン、その剣を取れ。は？団長、一体何のために？こいつは戦士の誇りとやらを大事にしているんだ。なら最後まで戦士として死なせてやるのが優しさだろう。急に？ですが、どうした？急に。ここから心温まるファミリームービーにしようとしてる。無理だよ。そうか、後悔するなよ。すごい気迫だ。ああ、すげえ覇気だ。バスティンクス、お前たち死ぬ覚悟はできてるんだろうな。俺はもうできてるぞ。自問自答。さあ早くかかってこい。まずは誰が相手だ。なんだこいつ、さっきまでと迫力がちげえ。聞いたそれもう。2回同じ感想言えな。文字のかさ増しするな。ひるむな。相手は一人だ。集団で切りかかれ。一人だ。単品で切りかかってる。かわいそう。騙されたんだね、多分。誇り高き最後。最後？数分後。ズバ。はい。ああ、もう。大勢は向かないんだ、バスティン。スタミナをつけた方がいいのかな。嘘だろう。まさか、あの人数をたった一人で倒すとは。斬撃とか飛ばせんのかな。これであとはお前だけだ、団長。喉元に刺してるんじゃない、剣先を。さあ剣を取れ。そして正々堂々俺と戦うんだ。バスティンビーバーオリジンだ。だ、待て、逃げるな。くそ、早く追いかけないと。逃げた、マジかよ。くそ、さすがに体力の限界か。いや、団長頭がトムとジェリーじゃん。それよりジェシカだ。あ、ジェシカ。おい、ジェシカ、大丈夫か、ジェシカ。バスティン。ああ。ジェシカ。よかった。まだ意識はあるんだな。いや、最低。風前の灯火になっちゃう。もう最低じゃん、本当に。見事な戦いだった。さすが。俺の相棒だな。いや、これ嫌いになるよね、そりゃ。俺のことより自分の心配をしろ。今手当てしてやるから。きつ。もういいんだ。どうせ俺は助からない。バカなことを言うな。お前はここで死ぬようなやつじゃないだろう。なあバスティン、最後に。ジェシカにとってはバスティンの腕の中で死ねるのは不幸中の幸いだったんじゃない？最後なんて言うな、ジェシカ。親友の元で死ねるっていうのは。バスティン、俺はもう助からない。だから頼む、最後に一つだけ願いを聞いてくれないか。あの団長まで、サルディスキの隊長ってあの団長ってこと？ね、願い。だからあれか、問答無用でかかってきたのか、バスティンは。俺たちは誇り高き戦士、死ぬ時は戦場で自分より強い戦士にやられるのが本望。バスティン、お前は俺が出会った中で一番強い戦士だ。いや、ジェシカ、お前、いや、まさか。ちょっと、だからさバスティン、こっちだよ。
やでもある意味親友としては苦しませずに葬ってやりたいっていう気持ちもあるから一番いい別れ方なのかな。お前の手で終わらせてくれないか。ジェシカ、お前一体何を言ってるんだ。俺はあの団長のせいで死ぬなんてごめんだ。最後は戦士として誇り高く生きたい。そんなことできるわけないだろう。約束したじゃないか、俺とお前で強い戦士になって国の人々を守ろうって。生きよう、生きてくれジェシカ。いやもう本当に諸悪の根源団長、ちょっとあんまりにも無謀すぎる、やってること。バスティン、ひどい。俺はお前の剣の錆となり、これからもずっとお前と戦い続けるさ。錆って、いや悲しいね。だからうわジェシカ頼む、お前の手で俺を戦士として行かせてくれ。なるほどね。頼むよバスティ。ジェシカ、はあ、デバスティンはその仲間とかを作らずに行って、でも脇のことはまだ直さなかったんだね。多分あれだよね、脇のこと直さないのもさ、もう仲間なんていらないって思ってたから、変われる気なんてさらさらなかったから直さなかったっていうか、まあ、死ぬ時はその時だみたいな感じで行ったんだろうね。バスって、分かったよジェシカ、誇り高き戦士の最後、俺が責任を持って行かせてやる。いやこれ致し方ないとしてもさ、きついよね、自分の手で親友を殺めるって。なるほど、それで団長を恨んでんのか、悪魔の力。俺は震える手を押さえながらジェシカの胸に剣を突き刺した。ありがとう、頼みを聞いてくれて。ジェシカ、バスティ、そんな顔するな。俺はお前と出会えてよかったよ、相棒。さらば戦士ジェシカ、ジェシカ、うわ息絶えた。俺は昔大事な友をこの手で殺した、ジェシカをこの剣で刺した時の感触は今でも鮮明に覚えている。あいつが死んだのは俺が弱かったせいだ。いや違うけどな、結果的にそうなってしまったっていうか、別に弱かったからなわけじゃないけど、まあ自分責めてもおかしくない境遇だよね。あれは俺がもっと強ければジェシカは俺をかばって切られることもなかった。俺が弱くなければ俺たちはもっと一緒に戦えていたかもしれない。俺はジェシカがいなくなってしまった日からずっと後悔し続けてきた。そして俺はいつの間にか仲間というものを遠ざけるようになっていたんだ。まあバスティンはね、バスティンはそもそもなんか悪いやつみたいな感じはしなかったから、まあ、何かあるんだろうなと思ったけどね。一人ならもう誰も傷つけずに済む。
一人なら俺のせいで誰かが犠牲になることもない、うん、なんかこれさ、まあんまりこういうのと照らし合わせない方がいいんだけど、これってさ、なんか一種の鬱っぽいよね、ちょっとバスティン。だが俺はまた繰り返してしまったんだ。ロノ君。ああロノ君、しっかりしてください。俺をかばってロノが犠牲になった。やばい。ジェシカの時と同じ俺の弱さのせいで今度はロノか。俺はまた仲間を犠牲にしてしまった。バスティンが弱いからっていうか、ロノが守りたいと思ったからじゃない？おやおや、懐かしい顔がいるな。うん、この声、あ、まさか団長、トムとジェリーノの団長。まさかこんなところでお前に再会するとはな、バスティン。聞いた。あ、隊長とは別人なんだ。ランクダウンすると思ったんだ。団長。あの日を境に急に姿を消したと思ったら、まさか悪魔執事なんかになっていたとはな。悪魔執事なんか、団長ほどの恥知らずはいないけど。しかし不思議だ。何が団長だよ。俺ももうこんなジジイになっちまったのに。あ、腰狙いな、バスティン。お前はあまり見た目が変わってないな、バスティン。え、どういうこと？え、バスティンって何歳なの今？どういうこと？え、なあバスティン、この光景すごく懐かしい気がするんだが。今震えてんのかな、団長。もうヨボヨボで足もおぼつかない。最悪。またお前をかばって仲間が犠牲になったわけか。喋れないよそれ以上。今かまど炭治郎がいたら間違いなく一瞬でゼロ距離で斬首されてる。あの時と同じように。誰だったか。うわ、ヨボヨボになりながらもディスカッションだけは負けねえ。俺に向かって戦士の誇りがどうとかほざいていた。おい、こいつ悪質なトーク力だけは衰えてねえぞ。そうそう、ジェシカだ。あいつがお前をかばった時と同じだな。くさ、黙れ貴様。最悪も本当に。バスティン君の雰囲気がいつもと違う。やばいよバスティン君、挑発に乗ってはいけません。いやもう存在自体が許せないんじゃない？存在する、お前は存在してはいけない生き物なんだ。もうあんな絶望を味わいたくない。親友をこの手でなくしね、それを原因を作ったやつはへっぴり腰で逃げ惑って挙句の果てに今侮辱されてるって。自分の弱さのせいで仲間を犠牲にする絶望。なんだバスティンの剣が光ってるぞ。光る？そんな機能あったの？え、それにその背中の化け物は一体。え、解放した、私何もしてないよね。悪魔執事とはよく言ったもんだ。とうとう人間をやめたのかバスティン。いや、あなたはもう人間やめてるけどね。人間終わってるけどね。善意直也くんがマシに見えるかもしれない。あれはバスティン君の契約した悪魔。妙ですね、主様の呪文がないのに悪魔の力が解放された。いや悪魔、いや善意直也君、ごめん、善意直也君はもうトップランカーだから超えることはないかな。どうなんだろう。まずい、このままだとバスティン君が絶望に飲み込まれてしまう、うん、絶望に飲み込まれる。
ベリアンさん、それはどういう意味ですか？オーバーブロッドの、あの日の続きだ。俺はお前を許さない。この赤い涙が見えるか？待つのです、バスティン君、冷静になってください。いやダメだよ。さあお前たち、やってしまえ。あー、号令が変わってない。アイデンティティとしてあるんだね、それ。ダサいからやめた方がいい。出たメンツ変わってないのか。見た、これも遅い、遅すぎる。なんだあの速さは。人間のスピードじゃない。これがバスティン君の真の強さ。すごい。いけない、悪魔の力が暴走しています。いやー、バスティンにとってはもう宿命の敵だから、自分が死んでまで撃ちたい敵なんだから、もう止められないでしょ。このままだとバスティン君は死んでしまいます。これ私が到着すれば何かリミッターを抑えられることはできるのかな。はあ、終わる。ちょっとどっと疲れた今回。